やべえ、考えてなかった。世界を股にかけるブカピーピーこんにちは、なえなろです。はい、今回は JCJK に聞いたよく使う絵文字ランキング。絵文字ね、よく使いますよね、普段ね。普段絵文字は使いますか？時と場合によりますね。でも SNS 投稿する時とかはよく使います。あと大親友以外にも使いますね。相当そっけない LINE でもいい相手以外には使います。よく使うのはね、ちょっと待ってな。でも謝る系の時だったら顔はくってなってるけど涙はこうやってついてるやつ、悲しい顔じゃなくてにっこりで涙のやつとか、目がぐるぐるしてるやつ、こうやってウィーンみたいな、あれも使うし、あと普通にあの目口のあれちょっとびっくりみたいな顔のやつも使う。あとは一番なんか優しそうな笑顔のやつ一番優しそうなやつのを使う、うん。あと白いハートと雲の絵文字は使えます、可愛いから。そして今回もですね、大好評のイラストでランキングを発表していこうと思います。書いてきました、今日も。絵文字はね、簡単だった。じゃあまず第5位です。ドゥル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 ピョーン、こちら皆さん見たことありますよね。これナイがさっきよく使うと言っていたにっこりだけど涙が出ている人のやつですね。JCJK からの投票理由は何にでも使える気がして便利だから、謝るときに使うからだそうです。ナイもこれはよく使います。便利、申し訳ないわ、ごめんねくらいの程度のごめんに使うやつですよね。これは申し訳ございませんではない、ラフに使える。そうですね、ラフに使える謝り、これはいいと思います。思わずこの絵文字を使うような最近の謝罪案件はありますか？ちょうどこれ使った内容は、友達にあの今日のお昼に買い物に一緒に付き合ってほしいって言われたんですけど、私今日深夜3時から8時まで仕事で、で今4時からやってるんで間で寝ないと生きれないと思って、ちょっと寝るからごめんって言ってこれは使いましたね。リアル。では続いて第4位、これはもうとってもシンプルに、こちら真っ赤なハートでした。これ塗りきってないけど、あの真っ赤のハートのやつですね。こちら JCJK からの投票理由がザ・ハートって感じだから、なんかもう回答がさ JCJK なんだよねチャラいの、チャラい理由、え、なんかザ・ハートって感じだからって感じでしょ。もうちょっとね、3分ぐらいつけてほしいですけど。この絵文字使うことありますか？ないはちょっと使わないですね。これは芋臭いかなと思って使わない。お前なんかないなのって感じじゃなくないですか？だってまあイメージはちょっとね、ありがとうって感じではないし、あんま使わないんですけど。ハートの絵文字を使う男性ぶっちゃけどう思う？え、めっちゃやだ、めっちゃやです。なんか自分が使ってて合わせて使ってくれるなら全然ありかもしれないけど、私はあんまりこれは使わないから、なんかハートが、この真っ赤なハートが文の最後についてるとなんか謎に愛を感じるんですよねなんかそれが多分気持ち悪く感じるんだと思う。愛感じません？だってただいまハートって書いてあったらもうただいまって感じでしょ。好きな人にも使ってほしくないかもしれない。そうですよね、ちょっとね、やだよね。なんか重いね、重い、わかる、超わかる。もう使ってるタイプかと思いました、顧問の先生。使わないですよ。よかった、安心。基本も了解しました。まあ、そうなんだ、意外。結構絵文字使ってそうだ。人によってほらほら絶対人によって使うタイプですよ。続いて第3位、これはないも使う。じゃじゃん、これハートちりばめニコニコですね。これね、いいよね、優しそうに見えますよね、使ってると。
JCJK からの投票理由は好きを表したい時に使うハートが多くて嬉しいからだそうです。まあ確かにさっきの赤いハートも可愛いには可愛いけど、好きだよの後にこれがついてるか好きだよの後にこれがついてるかだったら圧倒的こっちの方がいいですよね多分。なんかね、優しそうな感じが伝わってくる。この絵文字使うことありますか？ありますあります。なんかお礼言う時とか、ありがとうとか、あといいことがあった時の文章とかの後に使いますね。今日これ食べれたとか、そうニコニコで、しかも結構嬉しいみたいな感じの時に使います。思わずこの絵文字を使うような最近のほっこりしたエピソードありますか？今日ファンの方にお会いしたんですけど、カップルだと思ってたペアがいて、男女一人ずつ一緒にいて、すごいもう距離が近いんですよ。もうこんな感じで、ナイのことを見てやばいやばいみたいな、こうくっついてて、それで、あ、可愛いカップルだなと思って、カップルなのって言ったら、あ、違います違います違いますみたいな、二人とも全否定してて、これはなんかあるんじゃないと、ちょっとほっこりしましたね。あれは何かあるといいなって勝手に思っちゃったりしてます。続いて第2位はドゥルルン、じゃん、白いハートの絵文字です。はい、JCJK からの投票理由はハートは定番だから、色が可愛いからだそうです。苗もね、このハートはよく使います。 TikTok とかでも使うし、インスタとかでも使いますね。普段使いっていうよりかはどっちかっていうと、こう SNS 投稿の時にちょっと可愛くしたいなって思って使いますね。いろいろハート多分6色ぐらいあると思うんですけど、7色とか、多分白が一番苗は使いやすいんじゃないかなと思いますね。やっぱ白色ってね、いろんなものに合わせやすいですからね。赤のハートに比べて情熱少ないじゃないですか多分。こうハート、赤のハートは文章によっては厚かましい感じが来るかもだけど、白いハートは可愛いし、なんかそこまで嫌な感じもしないと思いますね、語尾についてても。そして最後、栄えある第1位です。もうちょっと透けてたんじゃないと思うんですけどドゥルルルルルルじゃん、こちら、圧倒的ピエン、イエーイ、ピエンピエン。JCJK からの投票理由は顔文字で表現したい時に使うから、ハートと一緒に使うと可愛いから、ピエンが地雷っぽいから。なるほどね、今の高校生には地雷が流行ってて、地雷っぽいからこのピエンも流行ってるんですね。確かにハートと一緒に使ったら可愛い。1位と2位組み合わせてね、ピエンと白いハートとかめっちゃ可愛い。この絵文字を使うことありますか？そうですね、相当仲いい友達とかにはなんか気持ち笑えるかなと思ってあんまり使わないですけど、それこそ先輩だったりとか、めっちゃ仲良いわけじゃない人とかに謝る時とかに使ったりしますね。おねだりする時とか、ちょっともうちょっと待ってとか、ちょっと遅れちゃうとかねこういう感じですよね。さて、ここからは顧問の先生からお題が出ています。やっていきます、頑張りましょう。題して、ジカピナノの編集で使える素材を作ろう、イエーイ。ついに編集に手がかかる企画がやってまいりました。このブカピのね、 YouTube の質を上げるためにも今回は頑張っていこうと思います。今回の絵文字企画にちなんで、苗のさまざまな表情やポーズの写真をこの場で撮ってほしいということですね。 LINE スタンプでもさ、おはようみたいなとかさ、おやすみみたいなとかあるし、だからそのポーズを考えて素材として使いやすいのを作ろうということです。写真は今後このね、ブカピナノの素材として面白いテロップの後ろとかにいるんじゃない、こうやってね、LINE スタンプっぽい素材として活用されるみたいです。早速やっていきたいと思います。じゃあブカピだから、やっぱ一番最初は部活みたいにしたいですね。ランニング、なんか入れたい文字ありますか？今向かってるよ全然部活関係ない流れる汗、輝く太陽、部活っぽい、部活頑張ろうとか、まあ、とりあえず喜怒哀楽ですね、きっと。喜怒
愛って何？悲しい。楽は楽しい。どう？編集で疲れそう。ね、良さそうですよね。ツッコミ？これパシって音と一緒に入れてほしい。パシ。大好き。あとよくなんか食べる企画とかやるので、おいしいとかそういうの。まずいわ。一応。めちゃくちゃまずそうだな。いいね。あ、いいね。OK。神。ね、まあまあやりましたね、今。そうですね、撮影させていただいたものを今後いいタイミングで使えればと思います。いいね、ちょっとどこで出てくるか楽しみですね。ピッ。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。みんなが使ってるのは入ってたでしょうか。そして最後に今後ブカピの YouTube で使えるね、なえなの素材を撮っておきましたのでね、いろいろこうやってやってたから、これからね、なんか動画にね、たびたびね、ピョコンって出てきたりね、ダッタルーってやったりね、するかもしれないので、ぜひ楽しみに見てくれたらいいなと思います。ということで、ラジオの方も聞いてください、動画の方も見てください。おやすみなさい。バイバーイ。ピッ。